はいみなさんこんにちは。ハッチの米国積立投資クラブ九月号をお届けします。私はマネク証券の岡本平八郎です。よろしくお願いします。今回もこんなスケジュールでお話をしてみたいと思います。はいでは早速八月の S&P 五百のパフォーマンスを確認していきたいと思います。 S&P500 それから Nasdaq100 指数ともにですね8月の S&P500 のパフォーマンスこれはの配当金の再投資を行っていますいわゆるトータルリターンというものですけれどもトータルリターンでプラス3.1%ということで年初来からは S&P50022.21% 上昇しています。の方ですが8月 はですね、四点一四パーセントということで、まあ、テクノロジーの大型銘柄が強かったんですよね。ということもありまして、年初来のパフォーマンスはプラス二十二点七四パーセントなっています。まあ、あの、八月のアメリカ株のマーケット、まあ、あの。しっかりしておったということで、まあ、市場主要株価指数の方が、あの、最高値を更新した月であったということになっています。 では私の方のあのー、個人的に1,000円ずつ毎日この2つの投資信託に投資をしてるんですけれどもそちらのパフォーマンスがどうなったのかというのをちょっと確認していきたいと思います、はい、上の方が S&P500 連動型の投資信託のパフォーマンスなんですけれどもこれまでですね18万7,000円投資をしています。でこれまでのトーータタルリターン 利益の方はただがが一方でナスダック100の方なんですけれどもこちらは今まで19万円の投資を行っておりましてトータルリターンの方は3万1,202円ということで16.42%ということで、まあ、S&P500 を上回るリターンをこれまでのところ出してきているということになっています。 まあ、あのここだけ見ると、まあ、あのこれあれなんですあの投資ではあるんですけれども貯金に代わって投資をするという、まあ、あのそういう気持ちで始めたわけなんですけれどもこれ見るとですねあの、まあ、非常にこうパフォーマンスいいわけですよ明らかに銀行預金よりも投資をしてよかったなと思えるリターンが出ているわけなんですけれどただこれって あの別に1年間投資をするつもりでやってるわけではなくてこれからその5年なり10年なりですね人によってはもっと長期間で投資をするという目的で始めたわけですからまあ本当は1年間でこんなに上がるよりもですね正直言うとこう。 マーケットが下がってきて下がった時に安くで投資を継続するという局面の方が個人的には良かったのかなとも思うんですけれどもとは言いましてもやはりこうあの持っている資産の価値が上がっているというのはこれはあの素晴らしいことですのでえまあちょっと悩ましあの嬉しい悩みというふうになっています。 はい、これはあの積み立てのシミュレーションということでありましてえ何が違うかというと私あのこれ自分で毎日1,000円投資をしていると申し上げましたがあの実はあの今年の2月にマーケットが弱かった時にですね弱かった時に安くで買うために追加投資をしたということであの前のページとちょっと違う内容になっております。ですからこれれは毎日1000円ずつ積立投資をした場合それと 毎月一万円、毎日ではなくて、私は毎日やってるわけなんですけれども、月に一回投資をした場合のパフォーマンスの比較というのをちょっとお見せします。毎日千ずつ投資をしましたら、十六万一千投資をしたことになりまして、評価額は十八万一千百八十一円ということですから、リターンが十二点五三パーセントになっている。 で一方でその毎月1万円これはあの月初に1万円投資をした場合ですそうしましたところ8万円投資をしてます,することになっておりまして評価額が9万2,125円ということなのでパフォーマンスの方はになっているとでは一方でナスダック100の方なんですけれどもこちらは16万1,000円毎日1,000円投資をしたら16万1,000円投資をしたことになっておりまして。 現時点での評価額これは8月31日の引け値ですねをベースにした評価額だと18万5,154円となってますのでリターンは15%であったとで一方で毎月1万円投資をするパターンこれは8万円投資をしておりまして評価額が9万4,052円ということですので17.56%のリターンが出ているというのがこれまでの結果となっています。 でこちらはその今お話をしたのをですね実際にその時系列でこういう形でまああの積立金額とそれから実際のパフォーマンスのその形をお見せしておりますこのグレーの形のところが実際積立をした金額でありましてこの赤の 線ですね、これが S&P500 連動型の ETF それからナスダック100がブルーのラインになりますこれ毎日積み立て投資をした場合のパフォーマンスですね。そして月に1回投資をした場合のパフォーマンスの推移はこういう形になっているということでちょっと参考にということでお見せしております。 はい、では今年のですね9月のアメリカのマーケット調整が起きないというクエスチョンマークがついてるんですがこれどういうことかということでまずお話したいんですけどまずですねアメリカのマーケットっていうのはこれはですね何かというと1928年から今までの月別のパフォーマンスなんですね S&P500 の。これ見ていただくとですねここがちょうど9月になります。長い歴史の中で 9月は1%平均して下がるというのが事実としてあるわけなんです。で、この赤い線なんですけれども、何かと言いますと、これはですね、その月に S&P500 がプラスになる確率を示したものです。ですから9月ですと45.2%。他の月を見ていただくとですね、みんな50%以上超えているわけです。ということなので、5月はマーケットを和含む修正があるということが言える。 と思うんです。ところがっていうのがありまして、これはあのちょっと違うあのパターンなんです。で、どういうパターンかというと、大統領就任就任一年目の S&P 五百のあの月別のあのパフォーマンスなんですね。で、このまあ今年がまさにそうなんですけれども、その就任一年目の九月はマイナス一点四八パーセント。 前のページ見ていただきますと普通だと平均だと1%なんですがこの大統領就任1年目はですねちょっと弱いんですねいつもより。でかつ普通ですと10月は上がるんですけれどこの1年目はですねマイナス0.91%ということでこの9月10月がどうも弱いというのが参見できる。 でしかもその9月は上昇する確率っていうのはプラスになる確率43.5%ということでえまあこれはあれですねあ,のあんまりプラスになる確率っていうのはえっと普通とあんま変わらないんですけれどもうんまああのリターンで見ると9月は弱い10月も弱いということが言えるというのが ありまして一般的に多分皆さんも9月のアメリカ株は弱いんじゃないか弱いというようなことをお聞きになるケースがとても多いと思うんですが実はですねあのそれを上回るデータっていうのがありましてちょっとお見せしたいんですけれどもそれは何かといいますとこれですね S&P500 の50日の移動平均線を上回った割合がですね9割を超えると その後エサンドピー五百のパフォーマンスがしっかりしているというものなんですね。これ見ていただくとですね、これ千九百九十年からのデータなんですけれども、今お話をしたことが起きた一週間後平均では一点一七パーセント株価が上がりますとでプラスになる確率が七十七パーセントなんです。で一ヶ月後九十二パーセントの確率でプラスになっている。 で、3ヶ月後がですねえ。100%なんですね。で、6ヶ月後は若干落ちますけど、それでも83%の確率でプラスになってきたというのがあります。あ、もっと言うと1年後は100%ということですから、まあ、これが起きた1年後っていうのはま100%これまでのところ、あの100%でマーケットは高かったということなんです。なのでこれを見るとですね。うん。 実際に今年4月8日にこの50日の移動平均線を上回った割合が90%を超えたんですけれどもその後1週間後1ヶ月後そして3ヶ月後もマーケットはプラス大体こう平均並みですね今年は6.37%上がっています3ヶ月間でで平均が6.33%ということだったんですけれどもで6ヶ月後もですねまああのこの勢いでいくとまあプラスになってもおかしくないということが言えるんだと思うんですよ。 であとですねもう一つありまして S&P500 が8月までに10%以上上昇した年のパフォーマンスまさに今年なんです今年は8月末までにこれはあの配当金含まない S&P500 の上昇率だけなんですけども、まあ、19.58%上がりましたよということなんですけど、まあ、10%以上上がった年何が起きたかっていうのをこれ見ていただくとですね9月は これは中央値ですけれども1.43%上がっているんですね。こういったことが起きたこういったことっていうのは8月までに10%以上上がった場合でプラスになる確率が58%だったですよということなんですね。で10月以降もですね88.5%の確率で上がりました。中央値は5.4%。10月以降これは年末までのリターンなんです。 ですからそのいわゆる普通の穴埋までいくと、まあ、9月は弱い特に大統領就任1年目のマーケットは弱いというのがあるんですが、まあ、それをです、ね、打ち消すそれよりも強いデータというのがあってこれを見るとです、ねまあ、今年の9月というのはマーケット実は弱くないんではないかということが言えるのではないかというふうに思っているところであります。 まあ加えてですねあの企業業績の方も第2四半期の決算発表終わりましたこちらが前年同期比でですね95%を超えるパフォーマンスを 出ししておりますし、えーまあ、次の第三四半期につきましてもです、ねまあ、20を超える、えー、前年同期で20%を超える業績のがプラスになるというのが現時点で予想されているということとあとその金融政策の方もです、ねまあ、当面あの変わらないという感じがありますので、まあ、そうするとまあ9月確かにマーケット下がりにくいのではないかなというふうに考えております。 ここちちららのページなんですけれどもこちらはマネク証券で取り扱いがあります S&P500 連,連動型の投資信託およびナスダック100連動型の投資信託の商品をお見せしております。ということで皆さんこちらの方をですね参考にして投資をされたらいいのではないかというふうに思います。マネク証券では 投資新積み立てに絡みましてですね、キャンペーンをやっております。こちらの方、こちらの QR コードでですね、詳細をご覧になっていただければというふうに思います。はい、こちら毎月お見せしております資産形成のですね、まあ成功の秘訣ということで大事なポイントを三つ挙げております。できるだけ長期で投資を行うということです。 長期ということですのでこれは実は私の世代よりもですね若いもう20代の人たちはこれから先ずっと人生で時間がありますそういった意味では時間その「time is friend」というふうにも言われます。時間があるるととこれはは投資をする人にとっては とてもプラスですよという意味なんですけれどもできるだけその長期で投資を行うのがいいですよというう言われていますそれから定時定額で投資を行うということどういうことかと言いますといわゆるそのドルコスト平均表マーケットが上がってもマーケットが下がってもコツコツ投資を継続するということです3つ目書いてありますね継続は力なりとよく言われますけれどもこの3つのあのポイントをですね意識して投資をしていただきたいなというふうに思います ということでアメリカ株のインデックス投資で資産形成をやってみませんかということです。質問をいくつかいただいておりましてお答えしたいと思います。まああのコアサテライト戦略についてということなんですけれども、コアとサテライトの投資比率配分目安を教えてくださいとまずいうことですね。 コアサテライトというのは一体何かということなんですが、まあ、あのコアというのは中心になる核になるという意味ですね。コアのポートフォリオを持って まあ、じゃあそのコアのポートフォリオは一体何で持つかというとその長期投資用として、まあ、投資信託をこの場合ですね活用してポートフォリオを持ってもらうポートフォリオを持つというのはこの場合その例えばこれアメリカですから S&P500 に連動するもしくは Nasdaq に連動する投資信託をコアとして保有するとそれに加えて、まあ、サテライト、まあ、あの衛星っていう意味ですけれども コアでマーケットに連動するポートフォリオを持ってそれ以外に例えば個別銘柄であるとか自分の好きな長期的に夢がある銘柄であるとかですねあとはセクターに特化した投資信託であるとかテーマ型の投資信託といったものを持って運用のポートフォリオを持つという意味なんですけれども質問は はい、こちらですねこのコアとサテライトの投資比率の目安ということなんですねでこれはあの人によってもしくは年齢によって違ってくると思うんですよでコアのポートフォリオを持つ意義というのはこれってあのマーケットが1%上がればこのコアの,あのパートっていうのも1%上がるはずなんですよ逆に1%下がれば1%下がるようなその投資を行う。 ということなんですね。なので、例えば皆さんが朝のその経済テレビでですね、昨日のニューヨークサンドピー五百は一パーセント下がりましたというと、このコアの部分は一パーセント下がるし、同じように二パーセント昨日上がりましたっていうと二パーセント上がるわけなんです。ですから、これを持つことでマーケット並みのリターンを取るっていうのがまああの目的となるわけなんですが、あのー、これ皆さんのリスク許容度に関係するんです。つまりどういうことかというと。 マーケットが例えば昨日のアメリカ株が1%しか下がってないのに自分が持っているポートフォリオは5%下がるっていうとそれ嫌だっていう人も世の中にいるわけですよ。であのただ長期的にこの個別銘柄を持てばあのマーケット以上に上がるという自信がある方はこのサテライトのところで個別銘柄を持つということができるわけなんですね。ですから言いたいたことは マーケット並みのリターンでいいと思う方は、このコアのところだけでいいと思うんです。で、それだけではつまらない。やっぱり個別銘柄もやってみたい。もしくはそのいろんなあのテーマ今あります。その ai であるとかですね。あのクラウドであるとかですね。そのま、いろんなそのテーマ型の投資信託ってあります。そういうのも投資をしたいという方は当然そのそれなりのまた違うリスクが出てくるわけです。マーケット以上に下がることがある。 あの裏返すとマーケット以上のリターンがあるということであの長期的にですねこういった商品に投資をするということなんですけどですからマーケットのリターン並みでいいという方は多分100%のポートフォリオでサテライトで個別銘柄を勉強してしてみたいということであれば徐々にサテライトのポーションを作っていくそしてこの2つのポートフォリオを走らせてみて 実際ののパフォーマンススを見ながらですねこれれ以上のリスクを取れる例えばこれ以上の例えば米詰銘柄を買ってもあの夜も眠れるという場合であればそのサテライトのポーションを増やしていくということでいいんじゃないかなというふうに思うわけなんですねですから例えばもうコ,アコ,アコアのポート量が50%サテライトが50%これは決まったものではないこれはもう個人的な感覚っていうのもあります。 例えば私でしたらうーんコアのポート保留は50%以下でもってそれ以外のところ50%以上に増やすというのがあるんですがこれ本当人によって違いますんで、あので、ー、最初から決めるというのもいいと思うんですが少しずつですねコアのポートを走らせていってでその後にサテライトを通過して追加していってですねこう自分がこのバランスに なんて言うんでしょう、こうカンフタブルに思えるかどうかという形でやっていかれたらいいんじゃないかなと思います。あと年齢によっても違います。えー、若い方であればサテライトのパートをあの大きくしてもいいと思いますし、うん、なのでこれあの一つの答えがないということでご理解いただければというふうに思います。はい、サテライト運用を始めてもいい考え始ま始めてもいいタイミングを教えてくださいということですが、うん、繰り返しになりますけど、コアの部分を持って。 それだけでハッピーな方もいいらっしゃると思いますでもやっぱりそれ以外のことをやってみたいなと思った瞬間がこの「サテライト」のパートを始める時だと思います。これも人によって違いますのであのやってみたいなと思われたらその時におやりになったらいいんじゃないかなというふうに思います。イエスかノーかっていうふうに答えられない質問なもんですからということでご理解いただければと思います。 はい、次の質問ですアメリカ株に投資信託と ETF どちらで投資をした方がリターンがいいのかということでハッチさんの見解を伺いたいですということなんですがこれは基本的に多分ご質問は S&P500 連動の ETF と投資信託リターンが違うんですかということだと思うんですけど基本はですね投資信託も ETF もそのベンチマークっていうのがありましてそのベンチマーク並みのリターンを取るというのが この株価指数連動型の ETF と投資信託のあのターゲットになっております。ですから同じ S&P500 をターゲットにするのであればですね、理論的にはパフォーマンスは同じになるはずです。で、何が違うかというと、あの投資信託の場合、今私があの今回紹介差し上げてます投資信託の場合にはですね、配当金の再投資っていうのをあの投資をやるんですね。 ですからこう自分で配当金の,その再投資をする心配をする必要がない、まあ、利便性が高いという方ができます。で一方で ETF の場合はですね S&P500 連動型の ETF っていうのは配当金が払われましたら、あのー、配当金を受け取ることになるわけです。 でそれをまあ使うこともできますしまたその配当金の再投資っていうのができるわけなんですけれどもそれはその投資家次第っていうことがありますそういうまあ自由度があるっていうふうな言い方もできるしあの一方で面倒くさいという言い方もできるかもしれません、まあ、人によってこれはあのあの考え方違いますんで。 えーまあ、ちょっとお小遣いが欲しいなっていう方でしたら、まあ、ETF の方がいいかもしれませんし面倒、まあ、くさいも自動的にもう積み立てをやりたいと今回私が紹介しているみたいにですねという場合であればもうあの投資信託でいいのかなとでもっと言うとひょっとしたらまあ投資信託を貯蓄的な感覚で自動引き落としで持つ一方でその ETF も持つという考え方もあります。 これはあのファイナンシャルプランニング的な何て言うんですかねこう相談事とだと思いますのでこう全ての人にこれがいいですよっていうのがないのが残念ながらあのちょっと私も回答しながらあの悩むところではあるんですけどもあのそういった意味でちょっとご自分でこう考えて何がベストかなっていうのをあの結論を出していただければと思います。はいえー次の質問ですが私は小として 世界全体の株式に分散させた投資を積み立てで買ってきました、えー、世界株式だけで投資をすると長期で考えた時の利平均リターンは1年で6から7%くらいと本で読みましたと、えー、米国市場,市場のリターンはどのくらいですかということなんですがえー、っとですねあのー、これ1990年から 昨年末つまり2020年末までの平均的なリターン S&P500 なんですけれどもアメリカを代表する株価指数の S&P500 のリターンなんですが円ベースであと配当の再投資をしたものなんですが毎年ですね平均で11.4%プラスになっています。こここれれは今までででで非常に良かったとといううが同じような調子でですね 繰り返されるかというとそこはちょっとクエスチョンマークがあるわけなんですけれども私が個人的に思っているこれから少なくとも例えば10年間の S&P500 のリターンこれ配当を含まないリターンですけれども毎年6%くらいドルベースですねドルベースで6%くらいになるんじゃないかなというふうに考えています、まああのー。ということであればですね11年目ですかね、あのー、株価指数はここから倍になってもおかしくないっていうぐらいで考えているということであります。 まああの今回といいますかこのシリーズでは S&P500 アメリカのマーケットだけの投資の話を差し上げておりますけれども。 あの世界の株式投資をするっていうこともあの非常にこう分散化された投資であのいいと思っておりますんで、えー、じゃあアメリカだけがいいかっていうとそういうことは決してないと思います。えーまあ、あの継続されていらっしゃるのであればあのあの世界投資をされていらっしゃるのであれば継続したされた方がいいと思いますし、まあ、アメリカのマーケットだけに投資をされるっていうのもあのいいのかなというふうに思います。はい、えー 次の質問ですねアメリカ指数米国指数には主に S&P500 NASDAQ100 ニューヨークダウがありますが岡本さんはこの番組においてなぜ S&P500 指数や NASDAQ100 をまず先にお勧めされたのでしょうかということなんですねでちょっと私の考え方を申し上げるとです、ね、一番最初に S&P500 だけやろうかと思ったんです なんで S&P500 かというと S&P500 っていうのはアメリカを代表する500社の株価のパフォーマンスを出したものなんですよね。ということで非常に分散化されている株価指数でアメリカの企業の成長に連動した パフォーマンスが得られるとということで、S、で S&P500 始めました、まあ一方でダウが決して悪いということではないんですけれどもやっぱり30銘柄ダウ30の銘柄と500銘柄でしたら、まあ、うーんいろんな意味で分散化されているということもあり S&P500 を選びました。で そのなぜしたかというとアメリカのマーケットに投資をするのであればやはりそのイノベーションであるとテクノロジーであるとでそういうことであればですねナスダックの時価総額の大きい100銘柄 が採用されている株価指数に投資をするっていうのは面白いんじゃないかなというふうに思った次第なんですね。ですから、まあこの三つダウ、S&P 500、ナスダックの中で、S、まあ S&P 500とナスダック100を選んだということであります。はい、ということでありまして、今月はこんな感じでですね、終了させていただきたいと思うんですけれども。 あの、まあ、毎回、あの、アンケートを皆さんにお願いしておりまして、あの、多くの方々からアンケートをいただいております。どうも、本当、ありがとうございます。えー、まあ、あの、この番組のおかげで、ええ、積立投資、アメリカ株の積立投資を始めましたですとかですね。あの、まあ、あの、大きな一歩を踏み出しました。 ということで、えー、いろい色とこう、あのー、きっかけになったりして、えー、させていただいているようなんですけれども、あのー、これ始められた皆さんぜひですね継続していただきたいと思いますこれ、あのーまあ、さっきもありました継続は力でもありますし、えー、多分始められた方っていうのはこれから、まあ、これで、あのー、上がって、えー、もうそれでって あのお金それ以上やっぱりこれからずっとずっとこう、ね、あの日本人100歳までいけるみたいな話もありますのでお金はないよりもあった方がいいですしやはりあの投資の成功っていうのはやっぱ長期的な視点でやはり上がるマーケットに投資をするということだと思いますのでそういった意味ではですね始められた皆さんはぜひ継続していただきたいですしこれを見てですね、うん、興味あるんだけどまだ始めてないよっていう方はですね あのこの積み立て投資というのは100円からでできるんですよね毎日100円から投資ができるということですからそうすると月に2200300円かと思うんですけれどもあのまあ少額でアメリカのマーケットに投資をするやっぱりアメリカのマーケットっていうとよく分からない外国だし為替のリスクもありそうだということなんですがまあ 毎日100円ずつ投資をするということであればあの結構多くの方できる方多いんじゃないかなと思いますし最初の一歩ぜひ踏み出していただきたいと思いますえ加えてあの今回もですね、えー、この番組の下の方にアンケートの記入の仕方とか書いてございますので、えー、ぜひ今回もアンケートのご協力していただきますと幸いでございますということで、えー、9月ごお届けしましたではまた来月まで、えー、失礼いたします。今回もごご静聴ありがとうございました